今日はきしめん3人前やっちゃったと思ったより多かった。まあ、だけど半生麺で1人前 100g で 300g、 もう何倍、1キロはないんかな。でこれだしどうせ使わないんで3人前やりました。お湯で溶きました。食べたいと思います。きしめんってあったかいだしなんやね。薬味は生姜と白ネギと海苔。はい、食べます。ちくわよっしゃー。さてこうパッ。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけでちょっこしやりすぎた感もありますけど、3人前って一番微妙なのに2人前と1人前で食えばよかったかな。まあだけども言ってもしゃあない。もう茹でちゃったものは食べたいと思います。というわけでいただきます。まあ、一回ちょっと薬味なしでね、この辺普通のきしめ。いやこれちょっと多いでしょう、一般的な成人男性にしては。取れへんわ、長いな。きしめんといえば名古屋な感じがするけど違うんかな。うん、うまいわ。あ、で薬味入れたら絶対うまい。薬味入れちゃおうっと。うん、だしも美味しい。わあ飛んだー。もう麺系はねつるっといけそうな、まあ、後からほんでめっちゃ腹にきそうなね。うん、あ、いいだしやわ。これおでんに入れようかな。めちゃネギが飛ぶわ。めっちゃネギが飛ぶ、この麺が落ちるときに。もっとこれほぐしとけよかったんかな。結構ほぐしたつもりやけどな、水で締めて。鶏肉重い、ほんでとにかく重い。ちょっとイライラしてるな、見てる人が。取れろやはよみたいな。取れや。これ箸使いとかの問題でもないんじゃない、これ。これ取れる取れへんわ。手首痛いもん、もう手首が痛い、持ち上げるのに。うん、美味しいです。どこまで美味しくいけるやろ。最後まで美味しくいけたら一番いいんやけどな。2人前にしときゃよかった気もするな、確かにな。よし、生姜入ってるのが全然うまい。そばとかさ、あんそうめんみたいにさ、ちょっと1回分ずつ分けとけばよかったのね、ちっちゃくね、盛るときに。あれ半分ぐらいいったかな、もう。まだ半分いってないか。めっちゃ飛ぶわ。めっちゃ飛んでくる。これなんかトングとかで入れた方がいいかもしれんな、俺やったら。ちょ、ほんと世界一走るうまいやつにやってほしいわ、これ。滑るから、割り箸やのに。もうこうやって入れっか、これがいいかもしれんな。いや帰っていくから、帰っていく。ちょっと帰る、帰っていくわ、こっちの重さに負けて。まあ
ええわ。俺に作法とか求めてるやつ多分見てないと思うから、こんな俺の動画を、うん、俺に上品さ求めてるやつ俺の動画多分見てないから。うまいわ。このきしめうまいな。なんかお土産でもらってこれ。あのうちの妹の旦那に、まあ、うちの妹の旦那にということの時点で妹のからかもしれんけど。全然ペロンペロンペロンだわ、うん、ペロン、うん、ちょっとね、もうこれ後からやろう。今やったらもうなんか手がもういろいろなことになる。全部入れよっか。もう最終的にこれだな。あったかい生温かいつけ麺、つけ麺ちゃうわ、きしめん、うん、これで食えで、これ飲む。パッとパッてしとけ。ティッシュがここに手元に、うわー、はあ、なんか机に糊がへばりついたみたいになった。うん、キシメンってね、これちょっと茹で方書いてあったけど、強火で4分、もう吹きこぼれそうになったら差し水してね、びっくり水びっくり水してで、4分経ったら吹きこぼれるか吹きこぼれへんかの瀬戸際で6分、その頃に浮いてるのよ、きしめが。で10分、うん、茹でました。うん、うん、でも そんなでもなかったな、うん、普通に美味しくいただけました。ただ後から多分お腹がパンパンになると思います。というわけで3月初めの週末は3人前、きしめん3人前でございました。天気も良いので良い週末をお送りください。休日をお送りください。ごちそうさまでした。私はこの後また仕事して、確定申告はねまだ今日やれてない、ちょっと仕事が忙しくて、この後頑張りたいと思います。というわけでパトモス協会でした。ごちそうさまんこ。